ヘイマリサ、無人島に一つだけ道具を持ち込むとしたら何を持っていく？よくある質問だな。饅頭の合コンでも言ったのか、霊夢。違うよ。YouTube にある動画を見て、もしマリサが無人島で遭難したらどうするのかなと思ったの。私も無人島で自由気ままにスローライフを送ってみたいわ。それは脚色が加えられた動画だからなんじゃないか？プロと撮影班が入念な準備をして初めて動画として成立しているはずだ。本来の無人島サバイバルは過酷を極めるぜ。いざという時、その覚悟はあるのか？わからないからまずは知りたい。マリサ、サバイバルに大事なこと全部教えて。仕方ないな。そんな霊夢のために役立つサバイバル知識をわかりやすく解説するぜ。よし、無人島を開発して尊敬される村長になっていろんな動物と触れ合うぞ。それは血の違うゲームだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。サバイバルとは救助が来るまで現代社会と異なる環境で生活すること。ざっくり言うと生き残るために何でもすることだ。人間にはどうしても避けられないタイムリミットが存在する。それは3分3時間3日3週間だ。これらはまとめて3の法則と呼ばれている。タイムリミット？それを過ぎるとどうなるの？頭や体が働かなくなって生命の危機だ。そうなると生還は難しいだろう。3分とは呼吸のことだ。当たり前だが水中では呼吸できない。そして脳に十分な酸素が行き渡らないと気絶して死に至る。確かに息が苦しかったら生活どころじゃないね。3時間とは温度の関係だ。暑すぎても寒すぎても体には良くない。寒ければ低体温症。暑ければ熱中症。長時間になるほど自然は体力と思考力を奪う。無人島はやっぱり南国のイメージが強いわね。日陰に入ってゆっくりすればいいかな？そうだな。日差しに対して日陰は効果的だ。特に3日のリミットはそれと関わりがある。それは、水だ。3日水分を摂取できないと脱水症状で動けなくなるぜ。そうなるとゆっくりするどころかゆっくり死を待つのみだ。でも無人島って海に囲まれてるし、海水を飲めばいいんじゃないの？はい、霊夢の残機が1減りました。ゲームオーバーだぜ。海水飲むと死ぬの？人体より高い塩分濃度の海水を摂取すると浸透圧で体内から水が吸い出されてしまう。しかも過剰な塩分を排出しようと尿をして余計に水分が不足する。そうなると喉が渇くばかりか腎臓にも深刻な負担がかかる。海水を飲むのは逆効果だぜ。飲んでも喉が渇くって不思議な感じがするわ。緊急時に少量飲むことは仕方ないが、ごくごく長期間飲むと確実に体を壊す。海水を飲むのは最後の手段だ。水ときたらもう予想できたわ。次は食べ物のことね。その通り。3週間は飢餓に耐えられるリミットだ。まとめると呼吸は最優先事項だが、その他の優先順位は環境によって変わる。とにかく身に迫る危機を近い順から潰すんだぜ。最初は考えることややるべきことが多くてゆっくりできなさそうね。安全確保と生活基盤ができたらゆっくりできる。それまでの辛抱だ。サバイバルは救助を待つことが基本だ。つまり近くに来た人に気づいてもらう必要がある。腕を振って大声を上げるとか？それだけでは不十分だ。もっといい方法があるぜ。鏡や磨かれた金属を使えば太陽光を反射して水平線の先まで届く。人工的な光だとわかるようにチカチカさせてとにかく注意を引くんだ。単純に光を利用する他にも火を起こして出てくる煙は遠くに伝わる。火起こし、まさにサバイバルって感じね。煙は紀元前から戦場で使われていた通信手段だ。のろしとも呼ばれているな。火起こしに関しては後ほど詳しく説明するぜ。他にも音で気づいてもらうとしたら笛があれば声より楽に大きな音が出せる。ストラップで普段持ち運ぶカバンにつけていると役に立つかもしれないな。地震の時にも使われるやつね。自然にはない変わった音なら気づかれやすいかも。銃の発砲音も大きいから遠くに届く。近くに船が来たら迷わず鳴らすべきだ。あとは地味だが砂浜や高台の目立つところに石や木で SOS を書くのも有効だ。文字なら火や光と違ってずっと残るから作りっぱなしでいいのは楽そうね。キャンプにおけるテントをサバイバルではシェルターと呼ぶぜ。寝る場所は明るいうちに作らなければならない。日が暮れてから暗闇で作業するのは難しいからだ。シェルターの目的は複数あるぜ。1、天候の変化に対応する。2、休息、睡眠をとる。3、外敵から身を守る。1はわかりやすいな。雨風をしのぐことだ。他にも吹雪や直射日光を防ぐことも重要だ。最低限の家代わりになるものって感じだぜ。2の休息、睡眠をとるのも同様だな。寝袋やテントがあれば話は簡単だが、なければその場にあるもので工夫しなければならない。生きるか死ぬかの状況では無駄にエネルギーを消耗するぐらいなら、じっとしている方が助かる可能性が高い。例えば食料を手に入れたとしても、それ以上にカロリーを消費しては本末転倒だ。ゆっくりすることもサバイバルだぜ。摂取カロリーが消費カロリーを下回ってしまうと無人島ライザップ状態ってわけね。3はすなわち野生生物を避けるためだ。蛇、虫、獣はどこにでもいるが、自宅には招待したくないはずだ。何かに襲われるかもって考え出したら全然ゆっくりできないだろうね。対策としてはハンモックがおすすめだぜ。
ハンモックは地面から高さがあるから彼らの散歩道を回避できる。ハンモックっておしゃれなイメージだったけど、そんなに実用的なものだったのね。木はレジャーでもサバイバルでもアウトドアに欠かせないな。ざっと使い道を上げると1、暖を取れる。2、照明になる。3、衛生環境が良くなる。4、煙が虫除けになる。1とには言うまでもないかもな。電気が広まるまで人類は陽気で明るくして暖を取っていた。昼と夜の寒暖差が激しい場所もある。日中に火の準備をしておこう。3は普段忘れがちだ。その辺のものを生のまま食べると、寄生虫や細菌が悪さをして食中毒になりやすい。安全のためには煮るか焼くかした方がいい。獣、貝、カニ、動物性の食材はとりあえず加熱だ。寿司とか刺身はダメ？お刺身食べたいな。魚は基本焼き魚だ。お刺身は生還した時のお楽しみだな。あと衛生的に微妙な水でも沸騰させれば厳禁できる。さらに工夫して上流までできればほぼ真水を確保できるんだ。小学校の理科の実験でもやったことがあるね。上流は自分の尿、泥水、海水からでも真水を得られる。火があるとないでは大違いだ。うげげ？尿から取った水は飲みたくないかも。よほどの乾燥地域でなければそこまでしなくて大丈夫だ。詳しいことは水の確保の章で解説するぜ。4についても普段意識してないが、あるとないでは大違いだ。ハエや蚊は世界中どこにでもいる。中でも恐ろしいことに、蚊は伝染病を運んでくる恐れもある。サバイバルの死活問題でもあるんだ。そんな時煙でいぶした草でシェルターを作れば匂いが虫除けになる。日の光を太陽の光と勘違いして突っ込んでしまう種の虫もいる。ガとかな。そのまま焚き火が虫取りホイホイになるぜ。飛んで火にいる夏の虫だ。扱いには注意が必要だけど、強力なんだね。シェルター、火起こしときたら次は水だな。水は気候によって入手難易度が大きく変わるぜ。例えば砂漠などの乾燥地域で水は簡単に手に入らない。地域によって水の優先度が変わるのはこのためだぜ。確かに砂漠は喉が渇きやすいのに水が手に入りにくいから、すぐ死活問題になるね。そうだ。まずは雨、川から水を得ることを考えよう。雨水は葉っぱやペットボトルに溜めることができる。降り始めは大気中の汚れが混じっているが、30分後ぐらいの本降りならそのまま飲めるぜ。まさに恵みの雨だね。川の水は一見綺麗に見えるが実はそうとは限らない。もしかしたら川の上流で動物さんが排泄しているかもしれない。動物さん、なんてことを。野生動物はテーブルマナーを持ち合わせていない。対策としてはろ過と沸騰をすることが望ましいぜ。それをすればどんな水でも飲めるの？厳密には次亜塩素酸ナトリウムで塩素消毒までした方がいいぜ。軽き臭くはなるが一番安全に飲める。塩素と聞くと抵抗もあるかもしれないが、普段料理やカップラーメンで口にしている水道水も同じように処理されているんだ。匂いが強いとプールの水と同じ味がしそう。でも安全のためには仕方ないね。お腹を壊して脱水症状になると生命に関わるからな。もし水が手に入らないと手段を選べない。尿を飲む、動物の血液を飲むとかな。だから尿は嫌だって。そのまま飲むとか信じられない。緊急時にはそうも言ってられないぞ。尿の成分は 90% が水分だからほぼ水だと言い聞かせるんだ。いろいろ言ったが強い心が何よりも大切だ。置かれた環境に文句を言っても何の役にも立たない。結局は自分との戦いだぜ。もし飛行機が救難信号に気づかず通り過ぎたら？一週間も何も食べなかったら？思うようにいかなくてイライラしたり、もう自分は二度と帰ることができず、ここで死ぬんじゃないか、と絶望することもあるだろう。その時、諦めてしまえばそれまでだ。諦めたらそこで試合終了だね。大事なことは必ず生きて帰ると信じきる心だぜ。私、このサバイバルから帰ったら結婚するんだ。それは不吉な予感がするからやめろ。サバイバルがとても大変なことがわかったわ。私は生き残れないかも。豊かな暮らしから一気に生活レベルを落とすからな。すぐ適応できる人の方が少ないだろう。でもサバイバル術は被災した時にも役立つ。普段地震や台風に備えて物資を備蓄しているように、いざという時役立つ知識は知ってて損はないぜ。今回はとても勉強になったよ。サバイバルを実践的に学ぶ方法はないの？キャンプや物資クラフトの講習に行くと手を動かしながら学べるぜ。動画を見ながら自宅の庭で試すのもいいかもな。中には部屋でできることもあるぜ。あ、検索したらサバゲー講習会が近くであるみたい。ちょっとそこの山まで行ってみるね。それはサバイバル違いだ。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくね。動画作りの励みになるんだぜ。これからもサバイバルの動画を投稿していくから、応援頼むぜ。感想コメント、情報交換もお待ちしてます。何かあったらコメント、なかったら無人島で一つ持ち込む道具を書き込むんだぜ。それじゃあ、バイバイ。